はい、じゃあこれから NB5 が15の NB6 が 5g の2液100で刻みします。私土曜日の日にね、検診があったんですよ。町の、で手帳、健康手帳見たら、10年前はね、82キロだった。痩せましたか？今65。ずいぶん痩せちゃいましたね。だからさ、そんなにあったかと思ってた。やっぱり間食やめて、痩せていいよ。そうですね、体が楽です、動けるもんね。だってよく走ってるし。どうしても体が動くとね、よいしょとかこらしょとか言うの。そうですね、それもさ、無意識のうちに出ちゃうから、奥さんも変わらないですか？いや、太ったり痩せたり太ったりでもそんな急激に太るとかってないですけどね。じゃあいけるね。なんかうちでお茶とか飲んだりして間食してるとコレステロールの血が高くなるから。ああ、私は今薬飲んでます、コレステロール。あ、そうなんですか。前々から若い時から高かったんですけどね。はい、これといってでも、あの目の手術するのにいろいろ検査したら、はい、やっぱし値がちょっと高いんで、はい、一応病院行ったら薬飲みましょうってことで、でも飲めば下がりますからね。今回検診は3年ぶりなんで。私も受けてないですね、あんまり。どんなもんかと、結果が、なんか受けるとなんか見つかる。その日の日を忘れちゃうんですよね。でもか、あの会社の検診で目が、あの緑内障っていうのが分かったからな、受けてみる、たまには受けてみるもんね。そうだよね、あ、緑内障だったんだ。それでその手術するにあたっていろいろみんな調べたら、ちょっとコレステロールが高いっていうんで、
超音波でいろいろ調べましたよ。首のところ、うん、首のところとかね。はい。なんかいろいろ。調べた結果。うん、面白い。やっぱりそれもコレステロールにね、あれしてるから。うん、病院に行ってください。はい。悪玉菌の方が多い人な、うん、ああ、私だってそうですよ。そうですか、うん、コレステロールのね善玉菌が少ないって感じ、うん、コレステロールつくことはさ、うん、どういうの油も取り付けつくとじゃなくてコレステロールどういうんかね、どういうんですかね、ね、一応さ、これ話はするけど、うん、会話するけど、実際にさ、何が原因で、ね、そう、何なのかなっていうかさ、うん、いつも思うんだよね、うん、太ってる、痩せてるには関係ないし、ね、関係ないですよね、うんそうですよね、うん、で私の知ってる人なんか細くて結構、はい、まあよく運動もするし体を動かしてるけど若い時からやっぱりコレステロールは高い、高いんだ、うん、そうなんだ、だからその人はもう前からもう薬を飲んでるって言ってましたけど、ね、あだから何があれなんですね、ですね、うん、皆さんでここで25分の5分で洗います。